雨が降った時にできるようなメニューをちょっと今日は紹介したいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おお、じゃあ次は2種目目。前回やったこうひねるね、ひねるね、ひねるね、そうそう、こういってこうやってひねって、でこうしたね、こうしたよね、はい、でこれで今、はい、体をひねる筋肉、ボールを蹴る筋肉、腹斜筋という筋肉、はいはい、これが今鍛えられている、はい、でそれにプラス今度は軸足のトレーニングなので、ここから、はいはい、こうスクワット的な、スクワット的な軸足を作る、はいはい、で膝ピンと伸ばしてね、はい、ここね、でクソと1、2ね、2、これをねちょっと左右やるんですけど、はいはい、ちょっと皆さん一回じゃあ見ながら一緒にちょっとやりましょうか、はい、じゃあボールを持ちます、持ちます、はい、足を上げます、はい、で軸作ります、軸作ってでひねります、足とは逆の手ですね、肘をつけて置いて、はい、はい、ここで一回ピタッと止まります、はい、止まったら、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、おお、ね、まあ服もこういう感じじゃん、腹斜筋っていう筋肉と軸足がね連動できてるから、これがピタッとできるようにねちょっとしてもらいたいなと。今度逆にめちゃくちゃね、あの、くる、すごいくるボール1個あればね、いろんなトレーニングできるわけですよ。逆ね、はい、どうか、ピタッと1回止まってからね、はい、止まって止まってから、はい、行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よし、こっち、まだこっち僕立ち足なんで、あ、そういうことだね。でもまあ左右できた方がねバランスがしっかり整えるんで、これもできたら2から3セットやるかもしれません。あの姿勢意識してください。はい、はい、じゃあ3種目目ですね、はい、ボール使います、はい、で普通の体幹トレーニングはあの皆さんにね教えた通りなんですけど、ボールを使うことによって今度はね内転筋という筋肉、インサイドキックの時にねパンと使う筋肉なんですけど、そこを鍛えながらの体幹トレーニング、ボールがあるの で、はい、でこれをね膝と膝の間に挟みますここ、ね、はい、はい、挟んでもらって、で足はねちゃんとここくっつけない、くっつけないでしょ、ここね、くっつけないようにして、そのままの幅でね、はい、足を速くさせるには腸腰筋という筋肉、はい、おへその高さまで、はい、ここまで引き上げた状態で、はい、これ筋肉ね、はい、ボール落ちないように、今内転筋、はい、ね、少し力が入ってますよね、はい、で手を下に置いてもらって、でこのまんまここはキープしつつ、はい、息をふーっと吐きながら、呼吸、息をふーっと吐きながらゆっくり起き上がる、そう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 、で下ろす、ね、でこれをね3秒でゆっくりゆっくり、そう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 、ここはこのままキープね、はい、はい、じゃあ行きますよ、これ、ね、5回行きます、5回、はい、ね、ここはこう動かさないようにボールしっかり支えてね、はい、行、はい、きます、せーの、ふー、1、2、3、はい、ゆっくり下ろして、はい、息吐きながら、はい、1、2、3、おー、いいよいいよ、はい、せーの、3、2、3、はい、いいよ、せーの、4、2、3、はい、ラスト、はい、5、2、3、はい、オッケー、オッケー、オッケー、おー、と内転筋も来るしね、はい、結構挟んでるの続けてるんで、うん、内転筋と、そう、だから呼吸で、そうですね、うん、結構子供たちってあんまり内転筋のねトレーニングってやらないから、はい、体幹トレーニングも一緒に内転筋のトレーニングをするってなったら、やっぱボールをね、まあ、この硬いボールでもいいし柔らかいねゴムボールでもいいので、そういうところをずっと挟んでやるってことがね結構大事です。そしたら軸足もしっかりできるようになるので、これをやってください。1、2、3、はい、グー、1、2、3、でゆっくり下ろしていく、はい、さあボールそのまま、